コン乗ってさ、ダッチだけ、ダッチだけ、マックス、マックス、ダッチしかないと、プール、スパシャ、スパシャー。EXITのパッチパン。始まりました、はい、始まっちゃいました、始まっちゃいました、来ました、ました、今回も何ですかこの番組の説明してもいいですか、はい、行っちゃいましょうよ何ですかこの番組は。この番組はですね、なんか超簡単に言うと何ですか。してます、してます、してます。パチンコを楽しみつつ、おー、読んでる、読んでる。 SNS で視聴者と触れ合いながら何ですか。俺のカンペ読むなお前触れ合いながらパチンコの魅力を発信していく、いそんな番組でございますよ。伝わってますよ、皆さんにね。前回はね、なんと僕も念願の初勝利を収めましたんで。まあまあしょっぱかったけどね。しょっぱかった。違う、割とさ、俺も頑張ってるんだけど、兼近くんがこうバッていくから霞んじゃうのよそうなの、出しすぎ、霞の呼吸だ、霞の呼吸になっちゃうのよ。もう前回までちょっと八百長だったじゃないですかだから言ってるけど、なんなの席が悪いんすよ、うん、凛太郎さんだけが思ってるわけじゃなくて、はい、うん、見てる視聴者さんも、そう、全員俺が八百長してるって、八百長めくんだと思ってる、八百長めかねちだと思ってる令和ジャンプの、はいはいはい、だからその八百長とか本当、はい、角が立つから、はい、それ嫌だから角いきなよ君が。あ、いいですか、すみません、じゃあ今日爆出ししちゃって。まあ、角が嬉しいんでしょ。じゃあでもピアさんをちょっと閉店に追い込むぐらい出しちゃう、うん、だからもうこの番組提供はなくなりますから。だから迷信だからねこの台が出るとかあ、じゃあ兼近くんがこう台撫でてるのと一緒ってことですね。そう、じゃあ俺が台に座れば出るの言いますね、うん、わかりました。見せてやる、見せてやる。今回もね、はい、ライターさんが来てくれてますから。よし、今回は誰だ、はい、ちょっと紹介し、あ、またあの自前の、そうだよね、一番チャラいファッション、ね、登場してくるんで、要注目でございます。今回遊びに来てくれたライターさんはこの方でーす、はい、よいしょー、岡田千穂です。ポンポンポン、おー、千穂ちゃん、あれ、チャラいですね。今回いいんじゃないですか。あ、いいですか、はい、ね、日常から結構チャラくやってる感じ。いや、頑張ってます。頑張ってはいる。頑張ってます。これでも自前で。自前、まあ、ちょっとこれだけ、はい、購入してくれた。前回もそうだけど買わなくていいよ。いや、みんな、いや、マジでね。本当に地味な色しか持ってないですよ。はい、黒とか白とか、はい、ちょっと地味な色しか持ってなかったんで。でも今日はなんか活躍しそうなね。じゃあ行けますかね。匂いがする。はい。いいですね、いいっすね、なんか幸先いいですけど、実戦開始とね、そろそろ行きたいんですけども、はい、金地今日狙ってる台とかあるんですか。はい、あります。おとある魔術のインデックスという台を、はい、ちょっと出していただきたいですね、今日は。かわいいですよ、キャラクター。あ、そうなんですか。かわいいですね、はい、注目して。あ、マジで、はい、もう全く分かんないからちょっと楽しみだわ。たまらんど、お前。スペック的にはどんな感じなんですかね。ですね、はい、簡単に説明すると、一応ミドルタイプの、うん、大当たり時に ST 突入するんですけど、その突入率が 100% なんです。あ、じゃああそこでもうハラハラする必要ないんだ。そうなんです、当たればもう ST に確実に入るので、はい、安定したね、遊べるスペックになってると思います。どんだけ優しいのって感じだね。すごい優しいです。はい、これはいいっすね。楽しみですね。じゃあ早速行っちゃいましょうか。はい、打つしかナイトプール、パッシャパッシャー。すごい、ついてきたねティアグループは1都3県32店舗を展開しております。そして今回実践するピア横浜モアーズ店は、横浜駅直結、徒歩2分とアクセス抜群。ピア横浜西口店と合わせ、横浜駅前最大級の総台数1017台のラインナップでお客様をお待ちしております。2月8日にはスロットフロアをリニューアルし、ご遊戯しながら加熱式タバコをお楽しみいただけるようになりました。横浜にお立ち寄りの際は、ピア横浜モアーズ店、ピア横浜西口店にぜひ遊びに来てください。ポンポンポン。よっしゃ、行きましょうか。オッケー、行きましょう。まあ、とりあえずね、はいはい、いつも、はい、俺がバチバチ当てすぎて、はい、リン・トゥ・ザ・スカイがつまらんつまらんって言うんですよ。あ、なるほど、はい、だから今日はうるせえから、はい、お前の代だけなんかやってるってうるせえから、はい、こいつが。だから今回僕が変わってですね、はい、角でな、はい、そしたら僕がこれで爆出ししますんで、はい、やっぱりかという、はい、そうですね、はい、さあ行きましょう、それじゃあ。はい、オッケー、かますぜ。なんか言うんでしたっけこれ、実践みたいな。
実践っていう。 Here we go。 撫でてるんですか。一回あの可愛がらなきゃいけないんで。なるほど、はい、可愛がったら出ますかね。俺のイマジンをこいつの中に一回入れるところから始める。ちょっと真似してみます。あ、素晴らしい。前回それで当てます。ダメだよそんなことやってたら。もう打ち始めてる、もしかして。打ち始めてます。バカだな本当に。オッケーかな。時間もったいないぞ。よし、オッケー、早く打て。だいぶ俺のイマジンが今日ね、お世話になってる横浜マワーズ店さんね、あの駅からすごい近くていいところですよね、うん、それはそうですよ。確かに確かに。すぐ入れる。なんか地下の方はスロットの方、はい、加熱式タバコ吸えるらしいんですよ。おで、ちょっと俺を吸ってこようかなと思って。待って、めずくないですね。よりパチンコ感出るね。紙タバコ吸いながらのパチンコはかっこよかったね。まあ俺は吸わねえんだけど。吸わねえんかい。おカエル、カエル保留どうですか。カエル保留が、緑保留扱いになるんですけど、まあ、そこまでちょっとカエル保留はそんなに、はい、そんなにそんなにですね。そんなにで当ててやるよ。SP、SP、SP。オッケーオッケー。なんて言ったって今日は俺八百長台に座ってるからな。バカだな。どれだけ電気信号がつながってるかだけだから。あ、赤穂、赤チャンス、赤チャンスどうですか。あ、金、金、金。え、金ですか。あ、なんかビューンってやつ。あ、金 SP。 オッケーオッケーオッケー。これ焼くものが、あ、そう、それが、はい、アクセルレーターが選ばれると、はい、あの熱いんですけど、アクセルレーター、ああ期待度4つ半分、3個半。とちょっとチャンスアップが絡めば、一応バトルリーチなんで、チャンスアップが絡めば、チャンスアップして、君こんな早くにもういい感じなの。任せろ。騒がしいね。なんて言ったって俺はこの端台に座ってるからね。あんな最初から飛ばしすぎて息切れすんなよ。台が疲れちゃうかもな。最初から行くぜ。おーおーおーおお、揺れてる揺れてる。あ、イマジンブレイクしてるよ。何？それ 75% あります。注目レースの一つです。オッケー、イマジンブレイク、イマジンブレイク、揺れてる揺れてる。おりゃあ、これ右でどう取った。いや、お嬢だお前。その台俺によこせ。やったぞ。ちょっとあのスペックの説明をね、ちょっと後でしますね。やべえ。早すぎる。5玉、5玉で当たったぞ、5玉で。お前返せよ。13回転おやったぜ。早すぎる。はい、ですね、はい、一応ですね、この台が、はい、S 定期突入率が 100% なんですよ、はいはい、なんでもう当たった時点で S 定には突入します、でその S 定の継続が70、はい、約 79% あるんで、はい、これ当たり続けるってことですね。当たり続けます。やばー。はい、ちょっと 79% で。ありがとう、はい、証明してやったぜ。今に見てろ。ごめんね。来ました、ミスター取れ高。やばい。この、前半の30回転がめちゃめちゃ高速 の、はい、あの回転に消化になる、消化スピードが高速なんですけど、はいはいはい、まあ、ここは結構突当たりとか、はいはい、まあ、いきなり当たる演出が多めですね。基本的にはいきなり当たる感じになります。なるほどなるほど。でこの後に一応その ST のモードが4つあって、はい、まあ、4つの中からちょっと選んでいただくんですけど、はい、まあ、これが今、王道上条トーマー ST が一応王道のバトルモードになる、はい、バトルタイムのタイプの ST になります。いやちょっとスピードスター凛太郎にやられたな。こうやってやるんだぜ兼近。早すぎてちょっとびっくりしてます。まあでも初めてですから。初めての当たりみたいな感じですから。言っちゃえばね。
よしよしよし、今日は僕が兼近をかすませてあげよう、初めてのお使いじゃねえかよ聞こえてくるよ後ろから一応逃げ打ち中の、大当たりが 70% が10ラウンドになるんですよ、1500個払い出しがある、楽しすぎる。とある魔術のインデックス、インデ怖い。あ、もうプライベートで言うとマジ、おお揺れてる揺れてる、あ、熱いです。これいいんじゃない、来た、見せてくれよちょっと痺れるわよ、ゴー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 マッソーアニューゼ、ああいいよいいよ、なかなかの期待度、嘘、はい、4、3個半、あ、赤文字ラッキー、さあさあ終わらせちゃいますよ、ちょっと赤と来た来た、マインドブレーカーの役物のせいでこっちから何にも見えないこれ見えないんですよね、ちょうちゃんもこうやってやんないと、こうやって今この幻想をぶち壊す、えーしゃー来ましたギャオチョー大好調、心の準備はいいですか、あ、レインボー、何文字がレインボー、2ラウンドですね、やったちょっと揺れすぎ揺れすぎ、あー体に悪い体に悪い、ありがとう、すごい、あいつ一人で今日持ってくぞ止まんねえぞ、今の俺を止められるやつがいるか、やばい、マックスマックス歌舞伎町の客引きの信号待ちぐらい止まんねえわこれは止まんねえぞ、あいつら全然止まんねえからな、エナジー、これでまた 78% ですか、79ですね、 79%、はい、9%、ってことはこれずっと当たり続けるってことですか、そうです、そうですよね、まあ、ニートロさんの力だったらそうですよ、ね、ずっと当たり続けることも可能だと思うんで、はい、チャージ特化タイプに変えてみました、あれですね、美坂美琴 SP ですね、はい、なんかいい音聞こえるな、電撃ストックタイプになりまして、はい、レールガン予告とかが結構出てくる SP なんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、終わっちゃった、前半の30回が終わっちゃった、今終わって、ここが当たりやすい30回なんですか、あ、そんなこともない、そうですね、まあ、なんだろう、コツ当たりというか、ちょっとびっくりわーってなるような、なるほどなるほど、当たり方を楽しめれますね、うん、お前どうしたなんか悩んでる、話しかけてるぞ、悩んでるやばいやばい、大丈夫だよ、何でも話聞くよ俺何でも聞くよ、しおちゃん慣れるまでちょっと時間かかるけど、わかりました、うん、ちょっと一日かけて、そうだよ、慣れていくかなとめっちゃ話しかけるタイプの、あ、そうなんですよ、ね、はい、ちょっとチーカレもやばいけどさ、チャンチーもだいぶやばくねやばいです、だいぶやばいよね、やばいです、シャンチー大丈夫、シャンチー&チーカネが何もできてない、何もでき、もしあれだったら当て方教えてあげようか、てめえ乗ってんな話しかけるとか無駄だからさ、やばいやばい、半分超えちゃった、やばいやばい、ラスト10回、おいもっと話し合え、リンタラさんリンタラさん、そんなんだからダメなんですよ、愛想つかされてますよ、うわちょっとリンタロらしさいらないよ、こんなとこで、うわぁ2連嘘でしょその後、4回残り保留で、はい、あるあと4回あるんですけども、とある戦闘、はい、エッチだな、大丈夫だ、戦闘モードになりますね、そんな使えねえ男じゃねえだろうお前お願いしますよ、任せろ、この4回転で引き戻してやる、ポーン、来た来た、あ、赤保留、赤保留は、50% あります、何おいおいおい、やめろ、結局おいしいとこ持ってくるみたいなパターンか
俺のイマジネーションを強制送還今 TTL が右側に行くとちょっとチャンスだったんですけど、ちょっと左側でしたね。おい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 、ちょっと待って、ね、チャンスです。おーしよしよしよし、行ってこい。ダメ、もう一回来いよ。よし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 、右側に行くとチャンス。来い。あ、右に行きました。で、チャンスです。さあ、俺の気持ちがお前に届いたみたいだな。まあ、あとちょっと金系とかの絡めば、絡んでくれたら嬉しいなっていう感じですね。ちょっと VS リーチなんで、まあ、リーチ的にはちょっと弱い目です。まあ、シェリーが来たら一番いいんですけど。あー弱いですね。ちょっとリーチが弱いんで、まあ、ちょっとチャンスアップに期待ですね。はい、レールガン、レールガン来い。ダメだ。で、後半かな。後半いきます。はい。さあ来い。タイトルが金とかだといいんですけど。あ、でも赤だ。赤、あそこは金だったらね。そうなんですよ、金だとすごいもうめちゃめちゃ当たるんで。あ、一応でも赤エルミですね。あ、なんかいい音してんな。あ、よし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 、これも金だったらね、もうちょっと良かったんですけど。なるほど。あ、でもテロットが赤に変わりました。チャンスアップが絡んでます。よし、大切だよ。すごく大切に思ってるよ。おーしよしよし。あー、通常のボタンだ。くそー。あーすごい。嘘でしょ。やられた。もしかして今日はそっちだったんじゃないかな。いやでもこっちも当たってますから。いやーそうか。おめでとうございます。いやこれ連チャン次第では変わった方がいいかもな。早い。見てみ、これこれ。やっぱスタン、2人ともすごいですね。チャンチーも続いてくれよ。いや、私も当てたいんです。リンザスカイは確か2連チャンでしたっけ。笑かしてくれるわ。それであんだけ上から目線で笑かしてくれるわ。このあと、154回転の ST になります。はい、継続率約 79% になりまして、最初の3回転、そうなんですよ、こうやって当たるんですよ。最初の3回転が特当たりのメインになるので。ぶち壊してやったよ。1500個なんで、10ラウンドになります。アイカモン、アイカモン、アイカモン。乗ってこ乗ってこ、上がってけ上がってけ。いや気持ちいいね、凛太郎さん。今日もいい朝だな。もう追いついちゃいましたわ。もう2連です。早ない？2回目で紫保留で、はい、一応 5.9% ぐらいなので、まあ、この後のちょっと、チャンス演出とか予告にちょっと期待って感じですね。なるほど。おらー、あ、白、青。さあ来い。オッケーオッケーオッケー。待ってるよ待ってるよ。入った。はい、いや。オッケーオッケー。インダストー右に変化。3回目来た。熱いよ。いい感じかも。おらー、あー低い期待度が。ダメ。ここから150回転まで、150回転までが、うるせえぞ、今お前のターンじゃねえんだよ。しくしょー。黙っとけ。大げさな、はい、ヒローズラッシュになりますね。そんな大げさなリアクションいらねえよ。あーマジか、今お前のターンじゃねえ。俺が見せ場なんだよ。先読み注意。あ、注目注目注目。黙っとけ。あ、来た来た、お前の出番は終わったんだ。お便りすぎたい。
よいちょまる。はい、ということでですね、はい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 、ここでエグビットのお二人にのお便りコーナーに行きたいと思います。で今回ですね、一応テーマが冬をテーマにした質問をいただいておるんです。行きましょうよ。はい、Twitter にね寄せられたお二人への質問なのをちょっと読ませていただきます。はい、夏希さんからの質問です。3月、はい、好きな鍋と中に入れる食材を教えてください。あ、一人鍋5日連続くらいやってる。何鍋を食べたんですか？もうとなんかどんどん変えてて、豆乳とかチゲとか、あとシンプルに鶏白湯とか。あ、いいですね。その鶏のももが好きで、はいはいはい、鍋用の鶏肉買ってきてそれ入れてます。しっかり鍋やってね。なんかめちゃめちゃしっかりとした鍋で、ほぼ毎日ですね。俺はちょっと鍋は正直やったことなくて、一、はい、回だけあの空手家の入江さんっていう方が昔、はるか昔いらっしゃったんですけど今もいるけどね、はい、それでなんか入江さんの家かどっかで鍋やったんですけど、その時は確かちゃんこ鍋かなんかだった。で入江さんちょっと天然だから、うん、箸で鍋作ってる時に、うん、この鍋くせえなって言い出して、うん、で入江さん、なんか入れ物、なんか変なもん入れたんじゃないですかって言ったら、うん、いや入れてねえよ、マジでマジでって言って手元見たらアロマディフューザーの棒で混ぜてました。やば、何してんの？いや天然とかレベルじゃないですよ。うっそっていうことはありましたね。だいぶ、だいぶふにゃふにゃしてたんだろうね、はい。じゃあ続きまして、はいはいはい、匿名希望さんからの、人肌恋しい冬ということで、はい、この時期に一緒に連れ写したい芸能人は誰ですか？いや、パチンコ好きそうな人がいいよね、結局。ああ、そうですね。そう考えると俺は浜辺美波。全然好きそうじゃねえよ。でも毎日行ってんだろうなって。行ってねえよ、絶対。やめろよ。ベリーなーね、下がるな。ギャップ萌えしますけどね、もしそうだとしたら。いや、言ってると思うけどね。凛太郎さんはそういう意味ではやっぱりしっくりくる人がいいと思うんですよ。うん、俺の隣にいてパチンコ打っててほしいってみんなが思う人、うん、加藤サリさん。いやだから面白くない、俺の隣に加藤サリさんいてさ、まあね、二人で連れ打ちしてたら、まあ、俺が記者だったらもう話し出すよね。この先の展開を想像して興奮して話は出すよ、ね、もうここでは取らないだろうね、逆にね。もっと旨味があるものがこの先にありそうだよね。まあ話は出ちゃうよ。話は出ちゃうよ。まだね、質問がたくさんあるんですけども。おーおー、来い来い。はい、黄色さんからの質問です。バレンタインの思い出は何かありますか？ということです。最近まで3月14がバレンタインだと思ってやば。お笑いライブのイベントで2月14日にバレンタインライブみたいなのよくやるんで、はい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 、それでやっと覚えました。あ、それぐらい興味のないイベントです。 あれじゃないですか、小さい頃とかからいっぱいもらったりしてたんじゃないですか。凛太郎さんはモテモテだったんで。確かに20個ぐらいもらってました。すごい。俺はだから生活のために、はい、あのビックリマンチョコを買ってもらってシールだけあげて、はい、チョコの方だけ集めて。あ、なるほど。ちょっと珍しいパターンです。そしたらいっぱいチョコ集まるんで。やばい、ごめんなさい。え、お前まさか。ごめんなさい。え、最後の4回転まで SP 扱いなので。何連何連？え、3連。おい、変わんねえな、お前。おい、よくわ、奇跡起こしてくれよ。あ、来た、金が来ました。マジ？あと6回で。すごい、ちょっと危なかった。多分当たるよ。大丈夫です。奇跡起こせ、奇跡起こせ。終わる予定だったんだけどな、俺の中では。奇跡が起こるよ、ご覧目です。えい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 。奇跡、お前みたいにな、赤文字
もうすごいよ、ほぼマックスじゃん。なんかディスられそうだったけど大丈夫だったちょっと嫌なこと言おうと思ったんだけど、その前にすごいのが出ちゃったもうすぐげ…え大丈夫、わぁ一瞬のやつ何、まあ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 一瞬外す、一瞬何、あんたどうしたの、かましたいやーすみませんね、凛太郎さん。あ、まあ 79% だからね、結局ヒーローは俺ですわ。あ、まあまあ引いて当たり前だから外したやつがわめいてるわ残り6でしたからドキドキしただろこれが俺のやり方だよもう消せないね、今見てる人はね、最後まで見ちゃうねしょうがないよねやべ、変えたいけどさ、なんか流れ変わっちゃう気がして変えれない。いや、俺も変えたら終わっちゃったそうなのよ、俺はやっぱね、一途に信じ続けることがやっぱこの台へのそのせめてもの礼儀だと思ってるから一応その、SP のモードで、同じモードで当たり続ければエンディングが見える、こともあるので。そうなの、はい、ちょっとそれ聞いてなかったな。一回エンディング見とくか、一回ちょっとエンディング、一回エンディング見とくわ、みんな見たいもんね。しほちゃんそれ先に言ってくんないとさうわー見たかった、ノック当たり見たかった。あー幻想ゴロ、あ、U タイムに突入しました。誰 U タイムに突入しました、私。え、はい、どういうこと。はい、ちょっと U タイム、こっから、はい、でこっから1214回の時短がつくので、まあそこで当てれれば、はい、SP 突入になりますね。すごい、まさかの、まさかの、びっくりしました、私も。いいなえ、当たんじゃないこれ。え、今ブレ、これ今ブレだよね。おお、いった、あ、ぶち壊してください。こっちってこと？あ、そうです、そこです。行くぞみんなうわあ、金近待っとけよ。もうお前は後ろに見えない振り返っても君はいない、脳汁に溺れちゃうよ脳汁出てる、あいつ脳汁で溺れそうになってる水液が、俺の水液が溢れてる、病気だあいつは、目から水液出てますやばい、おまけでヒューイゴー、見せば作りました、これが俺だ、第7世代のエース第7世代のエース50歳ぐらいの常連さんが綺麗な方なんですよ、女性の方なんですけど、もうこのパチンコ屋辞めるんですよっていう日に携帯番号を渡して後日大当たりさせていただきましたね、大当たりさせていただきましたね。早かったですね、101回転で大当たりさせていただきました。101回目の回転、プロポーズ、あれプロポーズなんでですか、じゃない、なんだっけ
モノマネが分かんねえや。知らなすぎるだろ。なんでですか。僕は知りませんよ。僕はなんでですか。なんでですかなんてセリフ。腐ったなんでですか。どんなどのドラえもんにもないから。なんでですか。人と人という字は何ですか。そんなセリフないんですよ。僕はなんでですか。見せちゃいけないものも見せちゃうかもね。それだけは出玉で作るんだよ。お前あ、激アツ。